お、なんか新しい音符が。ありがとう、ポンタ。目覚まし聞こえんかった。あら、あの、鳴らないようにしてたんじゃない？マナーモードみたいな、なんだっけ。眠そうじゃない。いや、今日はね、朝からお仕事があるんですよ。そうだからね、朝から行く、あ、もう行かんといけなくて、だからね、もう本当にあの連日ずっとで申し訳ないんですけど、そう、15分でできたら終わりたいなっていう感じなんですよ。そう、ずっと最近ね、15分で終わってるから、ちょっと本当に申し訳ないんですけど、ごめんね。ありがとうございます。体調は大丈夫。体調は昨日ちょっと一瞬やばかったんですけどまああの大丈夫。あ、昨日ちょっと2回ぐらいちょっと死にかけたんですけど大丈夫です。もうピーク来てましたね。髪の毛伸びた、伸びたかな。いやでもね、ちょっとまだ伸びてないんですよ。もうちょいあった気がする、ちょっと前は。でもね、これぐらいまであったんだよ本当は。え、刻み、き、傷？どこ？これ？もし寒くないの？寒くない。寒くないよ、まだ。今日の髪ですね、ありがとうございます。エッセンシャル様のおかげです。やけど。あるよ。見えない。見える。あれ？見えない。消えた？あ、見えてる。チュンチュンかわいい。でなんかさ、そうチュンチュンのさ、うちわ作ってくださる方とかいて、本当に面白いなと思うし、ありがたいなって思う。ありがとうございます。絶対に門脇さんだなってわかる、チュンチュンっていううちわ持っとったら。ちょっとだけよ。なんだっけな。ちょっとね、話。
昨日の出来事でね、なんかちょっとあったんよ。だからメモしようと思ったんだけど、あ、ちょっと待って忘れちゃった。もうこういう時にメモって必要なのよ。あー、わかんない。もうわかんない。もうわかんない、本当に。え？昨日でしょ？昨日。でもね、ネタ帳書いてるんだけどね、まだまだ話してないことあってね。え、あ、結構前なんだけど、弱に行った時に、まあ弱にさ、まあ、マリナと行ってるんだけど、でマリナと行って、で帰ってる時に、ちょっとお茶でもしようかって言ってタリーズに行ったんですよ。でそれで、あ、違う、その記憶じゃない、違う、あ、そっちの記憶じゃなかった、間違えた、あのマリナじゃないマリナじゃなくて、あの岩田さんですね。岩田さんと行った時だ。岩田さんと行ったんだけど、とほんで、で、あの買うじゃん、で何にしようかなみたいな感じに話しとって、でもひな、私ひなには、あのポップコーンキャラメルナッツラテかな、キャラメルポップコーンナッツラテだっていう、あのトムとジェリーの限定のやつがあったんですよ。でこれ食べてみて、めっちゃ美味しいから、あ、食べて、あ、飲んでみて、これめっちゃ美味しいよっていう話をして、でそれを買ったのね、ひなは。で、そんで私、次、私のターン来て、あー、どうしよう、私もそれにするか、ここは新たにするか、どうしようって考えた結果、でその考えてる時に、なんかこう、あのさ、注文する時にさ、ここにさ、メニュー表があるじゃん。で、こうやってなんかなぞってたんよ。あー、どっちにしようかなって。ここは新たでって言って、ここは新たで、これにしたんですけど、私は。でなんか、じゃあそこのランプの下でお待ちくださいみたいな感じのこと言われて、ランプのね、下でこう待っとったんや、なんか雑談でもしながら。でそんな、私がそのなんかここに台みたいなのがあるのね。でここがあの商品受け渡すところだとしたら、ここちょっと高めのこう塀みたいなのがあるのよね。でそこにこうやってね、あのちょっと手ついてたの。そしたらなんか、私がその日着てたのが、あの青色の服だったのね。でそんでなんかこうやってやってた時に、なんか黒いのがちょっと見えるなと思って、この袖のあたりになんか黒いのが見えると思って、え、何やろうと思ってパッて見たら、あの袖に、あ、ソールドアウトって書いてあって、あれ、なんかソールドアウトついてんだけどみたいな話をしてたんですよ。そう、メニュー表にね、こうやっぱソールドアウトしたやつってこうシール貼るのね。ソールドアウトっていうシール貼るんだけど、それがあのくっついちゃってで私売れあ、それそのアウトしちゃったよひなとか言ってそうで、ひな爆笑してましたで記念にね、あのね、写真も撮ったんよそう、ちょっと袖にそのアウトついた、で写真も撮ったんですっていうね、話もありますだから昨日、あ、一昨日かな、一昨日ね、お話し会の時に、なんか、まあ、夜ご飯食べてて、お弁当食べてたんですよ。で私はもう食べ終わって、
なんか作業をしてたのね。でそんで作業をこう私が黙々とパッ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 とちょくちょくいいみたいな感じでこうやってたんだけど、でそしたらあの右隣に座ってたのがね、あのお雛様だったの。でお雛様なんかわーっていう声が聞こえてえ何みたいな感じでこうやって見たらね、みゆちゃん見て箸が折れたと言ってその折れ方がすごかったんだけど、なんかね、うーん、まあ、さ折れるとしてもさちょっとこうなんて、なんだ上の方がポキッちょっと折れちゃったみたいな、そういうのあれじゃ、もうね、ま、中心からこうパキーン、こんなんなっちゃってていやそれはもう無理やと思って、どうやったら気づいたらヒナ握力やばくなってたみたいな筋肉ムキムキみたいな、でパケッちょっとあれですね、憎しみがこもりすぎてパキッってちょっと折っちゃったみたいです。怪力でしたわ。そう怪力だったんですヒナ、真っ二つに折れてました、ね、いや本当だよ、お願いはさめちゃむでだいお願いはさ、これじゃん、切れてるよ切れてるよ、切るゴールデーか、つまり東京、いや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 、真っ赤なお花のトナカイさんはいつもみんなの笑いもの、でもあクリスマスサンタが、うん、言いました、なんとかなんとかなんとかで、ほらはじけちゃおう、難しいこと無理、ワイワイにぎやかでキュートに決めて、うん、ハロウィンコードネオンなのか、ハロハロハロウィンカムカムカフェトゥナイト、ちょちょちょ、お願いシンデレラ、夢は夢で終われない、叶えるよ星に願いをかけたなら、見つけよう眉にした、まだまだ小さいけど光り始めてる、輝く日のために、ダダラダダラダダダ、キュータに決めたい、フレイム的なファッション、くじけるコラボ更新、私にできることだけを重ねて、魔法は解けないように、ん、輝く信じてる、お願いシンデレラ、夢は夢で終われない、叶えるよ星に願いをかけたなら、その時空から不思議な光が降りてきたのです、なな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 、それはななです、あーちょっと引かないでください、うん、ウサミンパワーでメルヘンチェンジ、夢と希望を両耳に引っさげ、2、あ、7、頑張っちゃいます。ブイ
受診でオッケー、ウサミンウサミングルコサミン、心はちゃんと通じてるんです。キュータキューティーキューティクル、歌うのオッケー、ダンスもオッケー、ウサミンウサミングルコサミンだ。これでもちゃんとアイドルなんです。ハントウェーブピリピー、ウサミウサミ、電車で向かえば1時間、ウサミレム睡眠。ここはウサミン星じゃない、乗り過ごしちゃったからの1、2、7、ウサミンバワアでメルヘンチェンジ、みんな大好き好き好き大好き、ウトガン、ウサミンハートにキュンキュンきらめく本当の気持ち、キャハラブリー17歳、ブイ、大事な大事なときめきだもん。でででで、ワン、ツー、せーの、はい、ミミミミミミウーサミ、ミミミミミミウーサミ、ミミミミミミウーサミ、ウサ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 ミ、体力 OK、 自信も OK、 ウサミウサミスカポラミン、プロビタミン、はい、久しぶりのメルヘンデビューでしょ。さよなら、ありがとう、公園の限り。マシコの方ね、全然知らなくて、この曲でもね、この間歌わされました、カラオケで。悲しみよりもっと大事なこと、僕たちは燃え盛る旅の途中で出会い、手を取りそして離した未来のために、はい、では15分経ってるのでちょっと終わりたいと思います。でも今日は、誕生日の方がね3名いらっしゃるので、それをやって終わりたいと思います。まずはそうめんちゃん、お誕生日おめでとうございます。せーの、どうよ、おめでとう。そして続いてがさゆっちゃさん、お誕生日おめでとうございます。そしてラストがソータさん、お誕生日おめでとう。せーの、うわ、ソータさん、ソータさん、私すごいガシャリ今。ということで、3名の方お誕生日おめでとうございます。今日も一日ね、一緒に手を取って手を取り合ってみんなで頑張っていきましょう。では皆さん、今日も配信見に来てくれてありがとうございました。また明日の朝配信でお会いしましょう。ではさよなら。バイバイ。13位トシさん、12位のちみかんさん、11位モルケンギンガさん、10位ももくまさん、9位シンク、8位ペパミン、7位ナオナオさん、6位ロコボコさん、8位5位フスさん、4位スマカジャさん、3位ポンタ、
2位が昔からおじいさん、そして今日の第1位がモーさんです。ありがとうモーさん、いつもありがとう。また歌ってほしい曲とかあったらいつでも言ってください。歌えるところ、歌えるものは歌うんで。ではあにゃん、バイバーイ。あ、今日のラッキーカラーですか。今日のラッキーカラーは、薄いピンクです。またピンク。バイバイ。